マジックスのチュートリアルへようこそこのチュートリアルでは STL のエラー修正方法を学んでいただけますマジックスでのエラー修正方法は3つあります自動バッチ修正修正ウィザードを用いた自動修正そしてマニュアル修正の3つです自動バッチ修正ではパーツのエラーに応じて 修正機能が自動的に適用されますこのようにパーツのインポートと同時に実行することも可能ですインポート後に適用する場合は修正改良リボンから自動バッチ修正をクリックします このように、ワンクリックで修正が適用され、エラーが数秒でなくなりました。重複三角が2つ残っています。このタイプのエラーは通常気にする必要はありません。今回、後ほどマニュアルでの修正方法を伝えるため、わざとこのエラーが出現するようにしてあります。では、 元のエラーがある状態に戻しましょう。今度は、修正改良リボンの自動バッチ修正の横にある修正ウィザードを使います。ここでは修正内容の細やかな設定が可能です。機能をクリックすると、はじめに開くのは検証ページです。この画面では、選択中のパーツにどんなエラーがいくつあるのかを検証することができます。 同じ画面にある更新をクリックすると再検証されます修正ウィザードでは次にどう修正すべきかアドバイスが上部に表示されます下のアドバイスに従うをクリックすると画面上部に表示されたアドバイスが実行されますもしアドバイスに従わない場合は左側のリストから修正する項目を選びその項目に対して自動修正 もしくは、マニュアル修正をすることが可能です。では、検証画面に戻りましょう。一つ目のアドバイスは、バッジの実行です。修正ウィザードのバッジ修正は、どの項目を自動修正するのか指定が可能です。例えば、穴埋めを後からマニュアル修正する場合は、チェックを外します。 バッジ修正が終われば次に実行すべきアドバイスが表示されます。検証画面に戻りましょう。問題のない2つの重複三角を除いてエラーがすべて修正されました。アドバイスに従うを押して重複のページに移り残っている2つの重複三角を修正してみましょう。自動では直らないエラーはマニュアル方法で修正します。 この場合は、重複三角検出をクリックします。そうすると、ここに重複する三角が表示されます。わかりやすくするために、表示を三角モードにします。このエラーを修正するために、頂点をパーツ上で移動を選択します。 この三角頂点をクリックして移動させます。更新を押してみましょう。エラーがすべてなくなりました。以上、このチュートリアルでは STL のエラー修正を学んでいただきました。他のチュートリアルも合わせてご覧ください。